イントの、うわっ、うわやばい、これキモいって全部ね、カエルなんですよ、これ。うわね、よくいるやつ、普通のやつでしょ。あ、これです。コオロギ、タイ、原産国タイって書いてます。どうも、中身はポンコツ、見た目はポンコツ。どうも、倉敷の提唱 YouTuber チャンケです。キモいキモい。ね、ちょっとね、緊張っすね、街の中で。これ3回3回ですね。キモイ店やってきました。あ、でもこうやって曜日によってこのね、モンとか、あ、今日ね、あ、でも時間ないじゃん。6月から7月前半が東京のサラバチで、すごい全国的に、はい、勇者たちをここをくぐり抜けろ。ちょっと僕虫嫌いなんですけど。マジで大丈夫。キモいとる。うわっ、わやわや、これキモいって。釣り屋さんになるやつですね。最初に言うとかできないですね。キモい、こういう苦手な方は。そう、そうだね。間違いないですね。うわー、とかね、ほらちょっとね、また心霊スポットとは変わったようなね。うわ、これキモい、キモい。いて。子供用に合わせてね、目線を伸びちゃう。これ、すごいですよ、本当に。なかなかこういう機会もね、ないかなと。どうなんでしょう。見てみますね。動かないね。でも本物ですよね。またまたと。これまたすごいんですよ。これね、見てください。全部ね、カエルなんですよ、これ。うわー、ねえ。で、その、ま、反対側にはね、これです。ヒョウ柄みたいなね、この僕のパンツもヒョウ柄ですけど、ヒョウ柄のようなね、これ。めっちゃ首長いですよ、これ。うわ、すごっ。蛇みたいな。つぶしてる。ホタテとか、キモすぎる。これ日本にもいるやつ、これ。その、そこの、そこのやつ。あ、ねえ、すごっ。恐竜の時代から何も進化してることない。これ、無茶ですね。ちょっとこれ、モザイクですね、モザイク。これよくいるやつ、普通のやつでしょ。あ、でも違うわ。中東にいるゴキブリだ、これ。どうすんの、これ。あ、これ見たことあるわ。これだね。チョコレート。コオロギが値段もリーズナブルで、チョコじゃないですよね。チョコじゃないです。実物よ。ちゃんけさん、はい、コオロギ行きますか。コオロギ行きますか。
コオロギ買っちゃう。コオロギです。コオロギしときます。チョコだってあれ何かわからないですよね。ねえ、まあ、チョコとか絶対ドッキリみたいなね。買いましょうか、コオロギ。コオロギ買って。びっくりした。買ってきた、コオロギ。コオロギっすよ。これね、これです。コオロギ、タイ。原産国タイって書いてますね。店員さん曰く、なんか塩のスナック菓子みたいなもんで聞きましたね。早速開けてみますか。そうね、一回コオロギ食べたことあったけど。どうでした？スナックじゃなかったような気がするけど。コオロギスナック。ちょっと出してみます。ちょっと出してみます。ちょっと出しますね、コオロギ。はい。どうなってんだろう。すごい。気持ち悪い。チャンキさん、チャンキさん。ノルマはじゃあ1人30匹ぐらいですかね。チャンキさん行きましょうか。うん、キモいですねこれ。うん。美味しい。全部いけるんですか。え？もうこういったら何食べてるかわからんわ。コオロギタピオね、どんどん。タピオカといったらね、僕なんで。うん、ちょっとプリプリしますね、水分含んだ、ねね、ちょっとうわ、タピオカ飲んだ後みたいな、うん、ああほんまに。全部食べるんですか。氷が邪魔。虫が落ちた。はい、ということでね、完食しました。チャンケさん、ありがとうございました。はい、ということでゲイルさんとね、完食しました。まあね、ほとんどゲイルさんが食べてくれたんですけど、まだ口の中残ってるわ。口の中に多分歯の間に V ごとに挟まってますけど、多分これ集めたら2匹ぐらいになります。はい、ということでね、昆虫食やばいな。あ、まあいいや。多分これ自体は多分塩の味しか、塩の味とちょっと、なんていうの、漢方みたいなちょっと癖がある匂いするんですけどね。もう素揚げしてちょっと塩で。多分これチョコつけたら多分ね、普通のチョコボールみたいな感じですか。チャンキさん、もう一回いきますか。チョコボール。もう一緒。もういい。ランチいける、一人ランチいける、これ1200円。ほんまや、結構いいランチいける。うん、カニのランチいける。すごいな、健康になるかな、これで。まぁ、あ、ちょっとじゃあ違うとこ行きます。よし、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけで今回はね、倉敷の YouTuber ちゃんけさんとねコラボさせてもらいました。またね、ちゃんけさんとはちょいちょいコラボ、引き続きねやっていこうかと思います。はい、皆さんありがとうございました。というわけでね、またなんかニコットニコットでいろんなねイベントがあったりするらしいんで、臭い点ですかね、匂い点かな、あるらしいんで、またそれもね、アップしていこうかなと思います。もう少々お待ちください。それでは失礼します。
裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。